クーさん、ナオさん、マルウサギさん、ミニーさん、こんばんは。アキさん、こんばんは。お久しぶりです。さあさあ、ウェスカーさん、こんばんは。ああ、久しぶりやー、デスバイデイライト。あ、ランクリセットか。オッケー。アーカイブ。5回分回復か。今日ね、溜め込んでる動画が結構あるんで、出そうかなと。めめうささん、こんばんは。サバイバーマッチします？なんかツイッター見てたら、なんかマッチ2、30分かかるって言ってたけど、やばいっすね。メガネさん、こんばんは。カリウスさん、こんばんは。イソバクトさん、こんばんは。カミチェイス、いやー、それは違いますね。自分チェイスダメっすよ、本当に。最近、めぐみさん、あきさん、シルバさん、チキンダブルさん、かずあきさん、こんばんは。お久しぶりです。まあまあ元気っすね。まあまあ、よいしょ。リノさん、こんばんは。体調はまあまあ回復しました。おもろいパーク構成。おもろいの。まあいろいろありますよね。まあ、目ん玉パークとか、この目の絵のね、パークとかでやったりとか、あとはね、個人的には、ちょっと待ってね。これ面白いですよ、これ。個人的に面白いのは、あれ、不滅どこ行った？あ、これどう？不滅どこだ？じいちゃん。じいちゃんの顔の不滅はどこだ？これか。これとこれと、
どこ行った？どこ行った？執念ってどれ？レア度何倍やったっけ？あ、これか。これとボイルオーバー。お馬さん、馬どこや？馬、お馬さんはどこだ？これか。これっすね。これ面白いっすよ。これキラーにダウンさせられてダウンするでしょう。その間にあのハイズリの速度上がるんですよね。ハイズリ速度が上がって、で回復の速度が上がる。でそのあこっちか、これね、不滅で回復の速度が上がって、でその回復したのをフリップフロップでそのもがきゲージに変換できるんで、でそこからボイルオーバーでほどくっていう、抜け出すっていうの面白いですよ。成功したら面白い。結構むずいけど、無印さんこんばんは、マスクさんこんばんは、綾瀬さんこんばんは、ヘッポコさん、レモンさんこんばんは。飛びました。熊上さんこんばんは、藤谷さんこんばんは、ミスター Y さんこんばんは。じゃあまあ飛びました。これやりましょうか。これもうせっかくやからやりましょう。これあーすぐ担がれたら終わりやね。確かに。ちなみにね、この構成で7時間ぐらい配信したことあるんですけど、成功したのは1回だけでしたね。1回だけ成功率がかなり低いっていう。あと面白いパーク構成なんやろ。あ、通電後本気出すとか、通電した後に本気出す構成とか、希望とアドレナリンとあれ何やったっけ、あれあの人のクエンティンのパーク、目を覚ませやったっけ。なんかそんな感じの、結構それも面白い。ジャストミートさんこんばんは、ザルそばさんこんばんは、石ころさんこんばんは、ゆかぽんさんこんばんは。絆強いっすよ。強いっていうかいいっすね。豆腐さんこんばんは、アレックスの工具箱。自分あのアイテム持っていかないんで、アイテム持っていくとねキラーに解散される可能性あるから、時間の無駄でしょ解散されたら。そんなので、ジェームスさんこんばんは、ジュンさんこんばんは、大根さんこんばんは、
猫逆境病も木から、ああいいっすねそれも。それもいいな。アヒルさん、こんばんは。マッチに2、30分かかるっていう噂は本当やったか。やばいね。キラーしようか、もう。ニコさん、こんばんは。女神さん、こんばんは。あ、ゴーストフェイス買いました。うん、慣れたら強いっすよ、あれ。マッチ遅いっすね。ビリーの後半逆転、あ、大逆転でしたねあれね。あれもう板使われたら終わりやったんで、もう板を使わせないように考えてましたね。わざとね、その我慢させるような、特にミンちゃん。え、何人目のミンちゃんやったっけ？ 3 人目のミンちゃんやったっけ？わざとあれね、距離詰めずにちょっと逆回りしたように見せかけて、あそこ板倒されてたら終わってましたよね。1回でも板倒されたら、粘られたら終わってた。エクストさん、こんばんは。サブアカ持ってますよ。サブアカね、デッドバイデイライトもサブアカ持ってますね。でも最近やってないですね、全然サブアカでは。もう半年ぐらいやってないでしょうかな。わーお、また飛ぶよ、ここ。どこ行こう？あ、こっち行くか。もう一個向こう行った方が良かったかどうか。あ、違う方行った。ハゲ変わっちゃった。置きとこうか。あ、発電機固まってるね、こっち側。いつものことやけど。
ランランランララランランラン。エリナさんこんばんは。伊藤さんこんばんは。北地さん、立花さん、レナさん、熊太郎さんこんばんは。あ、8個目ありがとうございます。最近キラー練習中で、お、いいっすね。練習してください。キラー人口増えてほしい。ナイス球場。ボイルオーバーに怒られてますライト持ちの完全パーティーっすね。デハーは結構自分もね、ミスりますね。デハード難しいっすよね。タッカー両乱さん、こんばんは。クラシックさんこんばんは。ポイカモさんこんばんは。あれ壁入っても無理やったかな。救助早っ。ちょっと待て、コントローラーのバッテリーない、やばい。よし、背がちっちゃいから見えにくいですよね。どうもです。ありがとうございます。よし、あと3つ3つ。お、あと2つ。いいね。どこや？この上か。うっ。窓枠覚えとこうか。ここ降りて、ここ降りてそこの窓枠使おうか。間に合う？これ間に合わない。
間に合わんのか。つらフレディやからあれやね、ちょっと距離長めに短めに見とかないといけないな。フレディって伸びるんすよ。伸びるっていうか多分体がちっちゃい分あれやろね、そういう判定になるっていうか、他のキラーとその射程一緒やけど体がちっちゃい分伸びてくるみたいな。ありがとうございます。あれジェイクどこ行ったジェイクどこ行ったんや。ミルククッキーさんこんばんは。チェッキーさんこんばんは。なんでやねんさんこんばんは。あ、ケンミンか。リュウさんこんばんは。ないから助けに行くか。自分死んでもいいんで普段個人的な脱出はどうでもいいんで助けに行こう。あれてんびんか。ではない。食べ入りに行こうぜ。どこ行った？あ、出た。出た出た。何年かんで。懐かしい。何年かんで。豆腐さん、こんばんは。アイアンミルついてないと生きていけない。いや、確かに。強いっすよね。ライトニングさん、シータンママさん、こんばんは。ママシータンさん。マコさん、こんばんは。え、ガバすぎへんか、マッチング。お育ちさん、こんばんは。ネメッチさんこんばんは。ニックさんこんばんは。どうしよう、サバイバしたいな、もっとね。マッチ早かったらいいけど、このパークあかんっすね。飽きません。クラブさんこんばんは。マッチしないですね。キラーしようか。貢献しよう。キラー貢献しよう。何しよう。最初にキラーの名前言った人のキラーやります。キーさん、こんばんは。何しよう。デモゴルゴン、マジか。デモゴルゴン。どこでもゴルゴン。あ、これやこれ。よくわからない。じゃあ破滅を外していこうか。今後ね、破滅が役に立たないから。
こんなんしかないのか、パークは。最後のお楽しみはいらないな。なんかないの？堕落、堕落の介入。堕落や、堕落。どこ？堕落の介入。もしかしてない？やばいな。ノーアンでも捨てるか。ノーアンでもつけて。なんかすいません。いえいえ、気にしないでください。ガンナース、あ、最近ナースやってないっすね。信子さん、こんばんは。山メガネさん、こんばんは。シャンユーさん、こんばんは。中さん、こんばんは。あ、俺は押してない。押してなかった。ノラさん、こんばんは。体調まあまあマシっすよ。ミニ動画のみーちゃん、三連釣り。キーさん、こんばんは。挨拶しましたっけ？お久しぶりです。宮坂さん、こんばんは。デモゴルゴンね、使う人いませんよね。いや、理由があるんすよ。デモゴルゴンにはみんながやらない理由が、弱いっていう理由より重たいんすよね。あの、操作がうまくいかない。格付きすぎて。非常にやりにくいキラーですね、これはね。しかも、マップが良かったらまだそんなに重たくないけど、デモゴルゴン使ってなんか重たいマップ来たらもうやばいっすね。バダム幼稚園とか。あ、ここは格付きないっすね、あんまりね。いないですね。おお、ジェイク、ちょっと待ってよ、おさらいしよう。ちょっと、あの、能力大体掴むやったっけ。待て待て。待て待て。待て待てー。うっそ。あれどこ行った。キャイン。おい、そっち側開いてんのか。これやばいぞ。そこが開いてるのはやばいぞ。それが通用するのはあれですよ。てか、フックなくない？あ、フック落としてるやんけ。ちょっと待て待て待て。フック落として、それでか、それでそこでダウンしろっていう合図か。そういうことやな。そこでダウンしたらフックないよっていうことやな。やるね、サバイバーたち。それは間に合わんぞ。
ゲットハード。そこはコバさん取ってよ。頼むで。ジェイク。よいしょ。個人的には発電全然進まんからこれ。いたし入れとくか。ね、あんなところまで助けに行かないといけないから。足音聞こえてるぞ。足音が。あー届かんか。難しいなデモゴルゴン。これは足音聞こえんかった。すれ違ったか。歩いて逆行ったかな。弱いからな。これ攻撃ボタン間違うなほんまに。これね、こうやったら結構ね、ほら、こうなる人が多い。こう、これね、これキラーやってる人、これ、この一つこれ追いかけ方覚えた方が。こっちからね、こっちからこう越えた時、こう今みたいにこうやって追いかけたら、ここで接触することが多い。小屋苦手な方は使ったらいいっすね。この辺変えとくか。何回もね、小屋の窓枠回られたらキラー大変なんで、ちょっと工夫すると引っかかる人もいる。あれ?これ、ポッカーかなんだっけ?もうこれ、キャラコンほんまわからんわ、デモコルド。
時間も板ないからな。終わりやね。板一枚もないぞ、そっち側は。一枚だけあるわ。旋回もね、今みたいにあの溜め攻撃しないで、お、やる。ギリギリ入らなかった。ニアチン死ぬぞ。ストライクは。いってらっしゃい。してるのかい。声が聞こえてますね、声が。ジェイク。そこ触ってないかな、触ってないか。あれ、ポータルどこやったっけ。そこ行こう。こっちか。ここ触ってないな。メグや。次はメグを狙おう。この辺いるやろ。待機中か。移動する方が早いって誰か言ってたな。回ってるんか。エイムが全然違うとこ向いてたわ今。違う。あれやな、俺これすぐ見せるな。当たる。
高いから見えるか、顔が顔が見えてるっぽいな。はいいんで釣りましょうか。全滅狙うと時間かかってしょうがないから。お、あの動きはハッチを見つけてるっぽいな。先に見つけるか。さあ頑張れ目口、そこにハッチがあったらガチや。お、どうやらないようや。佐藤さんこんばんは。ともさんこんばんは、お久しぶりです。みくりんさんこんばんは。大竹さんこんばんは。あ、ジャストミトさんスパチャありがとうございます。
カイリーさんこんばんは。2020年初配カワコさんこんばんは。サエバちゃんさんこんばんは。いや今のあれですよ、サバイバーが遊んでましたからね。フック壊したりライトしたり。いやデモゴルゴンなんて普通に発電ガンガンするサバイバーと当たったらこんなの話になりませんよ、このキャラ。あー最近ナースやってないからやるか。もうめっちゃ下手やろな。なおさんこんばんは。ひらくさんこんばんは。ナースね、昔はよく使ってたんやけどな。俺今のこのナースになってから無理っすわいやーでもこれまあ減る理由がわかりますよね。もうナーフがちょっとでかすぎっすよね。ナース見かけませんもんね。だから見かけるって言ったらもともとめっちゃうまい人ぐらいしかもう使ってませんよね。俺ぐらいのレベルじゃこのナースの弱体化はもうめっちゃ響いてる。グニャース今デトバイやったらガンナーさんと当たりそうでできない。いや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 、エースさんやりましょうよ自分キラー全然っすよ。いっちゃんさんこんばんは。まあ、全滅狙うときはね、もっときつい立ち回りしますけどね、普段はもうゆるくやってるんで。レッチドショップ。どこ行こうか。こっち行こう。索敵で飛ぶのは1回。よっしゃ、戻ってきてくれた。詰まったけど、ありがたい。よろしい、デッドハード持ってなくて。あなたもよろしい。クロちゃん、どこや。ちゃんどこ行った。ここいるな。動きするわ今の。あー詰まるのか今の。あー出た。あーしまった一応出たので読んだら回復しなかった。マジか。時間かかってるぞ。なんかシャドウなくないか。あ、シャドウ今消えてなかった。やば。どこ行った。あーどこに行ってるな。
かいるやろ。逃げたか。一旦逃げた。ジェットハード読みなんかするんじゃなかった。回復してなかったわ。近くに絶対いるんですよね、一人。さーて。1台つくね。バブチリトークンだけは食べたいな。ここも一人いるんよな、どっかに。なんか聞こえた、傘って。気のせいか。離れてあげようか。マブチリトークンくれ。マブチリトークンくれ。
他回ってるんかな、だいぶ。あそこおじちゃんがいるな。あ、ついてしまった。ついちゃったね。おっちゃんどこだ。いたねえ。デディケイトさん、こんばんは。いや、ナースはほんまに毎日やっとかないとやばいな。下手になる一方や。あ、ミクリンさん、ありがとうございます。ピコさん、こんばんは、お久しぶりです。アイアムソロプレイヤーさん、こんばんは。おぼろずきさん、こんばんは。難しいな、ほんまに。アヒルさん、どうもです。次何やろうかな。レースが多いかったな。俺のクソエイム見ます。クソエイム、クソエイムを見てください。あ、パークきっしょいね。きっしょいって言って思った。パークやばいね。なんでもいいかも。あ、そう、破滅は外さないとな。破滅なしの練習しないと。イタチがないですよね、イタチが。ハントレスだけつけるか、破滅。いや、楽しいっすか、本当っすか。よし。にゃー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 。なにこれ、ピンってここに出るようになったんか。キラーやってる時も。専用サーバーになってから結構変わったね。ハントレスって投げるボタンは何やったっけ。L1 か。 L1 やな。よし、にゃー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 。 L1 で手斧を投げる。よし。
こっちにいるやろ一人。それにしても足遅いな。いると思うんですけどね、この辺に。あ、この辺カラスがいるからいないな。こっち違うね。遅いから若い子の体力についていかれん。待て待て待て、あっ、あっ、うっそ。あー、ちょっと待って、 お姉さんどこ行った。お姉さん、お姉さんどこ行ったんや。わあ、わあ、くっそってどこ行った？ニャチ？ニャチどこ行ったんや？ここか？手を掴めるのが遅いな。ああ、後ろおった。お尻に。ちょっと斧を補充しようか。斧がない、斧が。斧がないっすよ。早い。待ってくれ。あれ？わあ！将軍だけ欲しいな。あとネアと釣ってないの誰や。ネアと、わあ、おお、あ、おお、下手くそ。見失ってる普通に。おばちゃん追いついたよ。おばちゃん、おばちゃん追いついてきたよ。
よいしょ、あと一人、あと一人、あと一人は釣りたい。もう一台つくやろ。誰を釣ってないんや。誰を釣ってないのやら。僕か。わあ、マジか。くそ、やらかしたな今の。アントレスの追い方が下手すぎて、下手すぎて。わあ。はあ。トロロさん、こんばんは。ちょっと釣ってない人追いかけようか。釣ってない人、バベチリトークン欲しいからな。こっち回ってないな。そこの人や。釣ってない人いるか。またお尻に当てられた。またまたお尻に。じいちゃんやな。じいちゃん追いかけよう。じいちゃんを追いかけよう。え？わあ！わあ！あららら。ああ、あららら。よし、これはボルトやろ。わあ！えい！はい、満足です。違う、中入っとったんか、じいちゃん。アイアンメイデン。ネアが助けに来るはずなんやけど。ネアちゃん、どっから来る？そこも空いてるからな。誰かいたな。あれ今どこ行った。あれ今いたよな。あれ
どこ行った？今おらんかったここに。あ、いた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 。わあ！あ！待ちなさい。待ちなさい。よいしょ。おい。イエーイ。イエーイ。イエーイ。わあ。わあ。イエーイ。わあ。神社持って行ったかったけど無理だったな。ケイトが来るか。こっちから来てるな。裏か。僕はどこ行った？僕。僕はどこ行った？回復しようか。お、ナイスケージョー。どこ投げてんの。クソ、ネタワーズにかわされた。やりますな。ケイト大丈夫か。時間大丈夫か。ケイト、おばちゃんも足遅いけど、あ、いけたね。あ！ジャッキーさん、こんばんは。ヤスさん、こんばんは。ヒカルさん、こんばんは。オイドンさん、こんばんは。ハントレスって結構稼げるんかな。あんなんで2万6000もあるんか。ボッコボコやけどね。ボッコボコ。イシダルさん、こんばんは。ナースは苦労しますよ。いやでも毎日やっとったらもうちょっとマシですけどね。あのナーフされてからあんまりやってないんで、5回ぐらいしかやってないんちゃうかな。次何やろうかな。何やりましょう。あ、なんかデイリーやったよな。デイリーめっちゃあるやん。キラーのドクターで生存者一人を殺害。よっしゃ。久しぶりに玉金使いたくなった。玉金電極殺害か。ウルメメ15個もあるか。よし。あ、ちょ待ってよ。あれか、爆音大丈夫かな。普通のマップで噴火さん、こんばんは。噴火フレディね。
テルチャンネルさん、こんばんは。おの酒ポイント、おのはね、視線を切りまくるのがいいですね、やっぱりね。ほえって言うんで、ハントレスがおのを構えたらほえって言うからほえって言ったら、すぐにどっかに隠れた方が。ドクターかっこいい。おい、ゆいちゃん、行きますね。木村さん。あ、エンコンドクターね。メメントモーリー。そうなんすよ、アイウェオさん、こんばんは。ドクターの能力が変わってまいりますね。しゃがむのもいいっすね。障害物で上手い人当ててきますけどね、しゃがんでも。なんかしゃがんでも結構当たり判定、ヒットボックスがちょっと高めにあるんか知らんけど当たりますよね。発電機の裏に隠れてても当たりますからね。ロトンで爆音はどうなの？どうなのか。もうとりあえず電撃を当てまくろうか。さあ、最初にキャイン言うのは誰か。そろそろ言うよ、そろそろ。そろそろ言うっしょ。あーって。あれ、こっちかは違うんか。じゃあ向こう行こう。こっちじゃなかったようです。こっちだったようです。はい。うわあの人も苦労するぞ、この試合。おお、スープバカよ。それやったらこっち追いかけてよかったわ。出したらあかんな。今の当たらんだよ。これ当たる、これ
こっから上がるよ。もう一回当てようか。なんでやねん、なんで今当たったのに今回当たらんの。残り1台なんやけど。残り 1台じゃないか。誰かいるか。固まってないな。固まってたらまだ一人、あと一人ぐらい持っていけたかもしれんけど。こっちに2人いるんですよね。待て待て、一人はメメントするぞ、言っとくけど。一人はメメントさせてもらいます。相変わらず自分ドクターが一番空振り多いかもな、全キャラの中で。おお、やる、やりますぜ。られんな。メメントだけは終わらしときたい。あ、足跡があった。メメントできる人助け、来て。ドワイトしかダウン取れんなこれ。釣りたいけど、もういいか、メメントするか。ごめんよドワイト、ドワイトごめんな。くだらん試合やったやろな、釣り回数も少ないし。
おみゆさんこんばんは、パンダさんこんばんは、うどん屋さんこんばんは、来世さんこんばんは、白玉さんこんばんは。よし、じゃあ次でラストかな。今日はラストにします。不機嫌 GG、 不機嫌ねもっと血をくれって言ってますね。エンティティさん、チョコレットさんこんばんはラストですね、ラストなんですよ。この後ちょっとね、別ゲーをねやろうかと思いまして、トラッパーね、わかりました。トラッパー、トラッパーといえばこれとこれ、トラッパーといえばこれとこれですよ。何をつけるか、霊障、よしこれでいこう。何やったっけ、罠3回か。大丈夫か、アーカイブ終わってませんねアーカイブ終わってませんわ。なんて楽しいゲームなんでしょう。あ、でもポイント欲しいな。まあいいか、これでいいか。犬畜生さん、マッチありがとうございましたごめんなさいね、メメント。いや本当はね、その違う人やろうと思ってたんですよ。連続でなんかダウンさせるのはちょっと嫌やったから。でも取れなかった、他の人大阪さんこんばんは、キナさんこんばんは、そう、木村さんね、そうなんですよ。あのね、最初ね、なんかその私あんまりチェイス上手くないよアピールがあったんですよね。板壊さなくてもいけそうな場面がめっちゃあったから、あ、この人チェイスちょっと苦手なんかなと思ったら、いきなりなんかめちゃくちゃ逃げるようになって、あー、なんやそれみたいな、これだけできるんやったら板壊さんと無理やんけってなって、そっから粘られましたねいや最初はほんまに板壊さなくてもダウン取れそうな雰囲気やったんですよね。よし、マザーズウェイカー、ここあれやね、あんまりかけれんかな、罠に。野良板を探さないと。こういう隙間か、ここは庭だよね。どっち回るこれ、サバイバー。まあここでいいか。やっぱりトラッパーは堕落の介入が必須やね。これがないとやばいな。
早くはないか、破滅がないもんな。さあそろそろ一人見つけないとまずいね。上か、上にいるな。あ、降りてきた降りてきた。はい、霊障です、霊障ですよ、霊障ですよ。ドンマイ。よいしょ、罠にかけないといけない。3回でも今多分みんな怖がって近くにいないかな。そこ回ってないね。お、霊障ですよ、霊障ですよ、霊障ですよ。それ罠に引っかかりますよ多分。次罠に引っかかるよね。よっしゃ、一回先に蹴っとくか。あれじゃあもう一回使える。確かどうし、二回目。2回目、あと1回。どこのに引っかかった。あそこか。おお、回復早いな。でっかい。そこの発電機触ってるか。罠がない方に行ってほしくないから、なんか大回りしながら内側に行くようにしといて、でそこに罠があるんでカチャッと。あれ、はいはいはい、はい、カチャッとね。あれなんでや。なんでや今の。ええか、ダム取るか。なんで今不満かった。それ板置いとくか、わざとね。置いとうがいいやろ。頑張るね。さあ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 、あと1回やで。スマチャク使って、さあそこ引っかかるか。オッケー。先にそこ殴りに行った方がよかったな。1回ちょっかい出しに行った方がよかったかな。先にちょっかい出した方がよかったかな。ねえ、つくねえあれ。あそこちょっとやめとこうか。罠仕掛けた方がいいわ。
ローリー、そっちには罠がありますぜ。罠が、罠だらけの。それ触ってくれ。待て待て、ドワイト。そう、左行け、左。そこ、左に板あるから。左、左、左。小屋違う、小屋違う。小屋違う、小屋違う。それは間に合わない。何してんのよ。なんでやねん。なんでいちいち後ろ向いてまで窓枠行くか、どんな吸い込まれ方やねん。ねえ、理不尽ですよね、今のね。なんで担ごうとしたらわざわざ後ろ向いてまで窓枠越えるの。あ、結構回ってるか、なんか。お、エース。あそこにあるからね、罠が。そこ罠あるの知ってるか、エースよ。違う違う違う、そっち行かない、そっち行かない。そう、板をとりあえず見つけて、板を。そう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 、板を見つけてもらって勝ったっていう。オッケー。うんぐ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 。トラッパー楽しいね。なんや、なんや、どっち行った。そっちか。ちょっと待てよ、エースが死んじゃまうな。助けろ。あそこつかんかったんか、ここ。あ、下がってしまってる。あ、誰やそれ、見とった。どちらさん見てたの。あ、あなた様ね。これこっちに行かせよう。こっちから内側に行かせるか。はい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 、何個かあるぞ、罠が。何個か罠がありますぜ。今ちょっと確認しながら行ったな、レア人。これは庭戸か。庭戸じゃない。板がどこにあんの。そこか。このジャングルジム、なかなか面白いね、形が。あ、終わりか。終わりやったんですかい。だけどこっちにもいるな。あ、ここ長いですよね。ここね、前言ったけどレッドフォレストってここ長いですよ、2番のこことここの距離が。だからキラーがめっちゃやりにくいですよね。サバイバーの方が有利なんで。
レッドフォレスト系のね、今度は強いんで、あ、それ引っかかるやろ、引っかからないか、詰まってますやんエース終わりか、これで終わりっぽいよ。次郎さん、こんばんは。ちょっと待って、電話ですね。あー、すいません。かっちゃレオンさん、こんばんは。それじゃあ、ケイさん、こんばんは。アミズさん、こんばんは。じゃあ皆さん、今日はありがとうございました。お疲れ様です。